インフィニティは日産自動車が1989年から日本国外で展開している高級車ブランド。950S ハイブリッド9601989年11月8日にアメリカ合衆国市場向けの高級車ブランドとして設立された。設立当初は流通システムの不備から販売は低迷したが、ルノーとのアライアンス発足後のカルロスゴーン体制下においては、 高価格、高付加価値型車両中心のブランドとしての販売網整備と車両のデザインの改良が行われた。その後、G35 のヒットなどもあった。カナダを含む北アメリカへの展開に続き、1996年に中東、翌1997年に中華民国2004年に韓国2005年にロシア2006年に中国及びウクライナ、 2008年からはヨーロッパ市場へ参入。2012年にはオーストラリアに上陸し、展開国数は40カ国を超えた。2010年4月、ルノー及び日産とダイムラー AG との間で小型車向けに共通した新設系思想の採用、高効率のディーゼルエンジンとガソリンエンジンの共用化及び小型商用車領域での協業など、 幅広い分野での戦略的な協力に関する契約を締結。インフィニティ向けにダイムラー AG よりディーゼルエンジンとガソリンエンジンの供給を受け、2013年には欧州向けの950にダイムラー AG 製のディーゼルエンジンが搭載され、2014年には引き続き950にガソリンエンジンが搭載された。2010年8月にはチューニング部門である。 インフィニティパフォーマンスラインが設立され、同年12月より、チューニングカーの販売が開始された。2012年4月、本社機能を香港に移転。日産では、この移転により、日産本社の移行に束縛されないブランド展開を、打ち出すと同時に、アジア発の高級車ブランドとの姿勢を鮮明に示す、ことを狙っていた。しかし、 2020年半ばにその本社機能を香港から横浜へ移転することが発表された。インフィニティ設立に伴いフラッグシップ車の Q45 を日本市場では日産インフィニティ Q45 として発売された。それ以降も M が日産、レパード日産、セドリック日産、グロリア日産、フーガとして I が日産、セフィーロとして G が 日産、プリメーラ、日産、スカイラインとして EX が日産、スカイラインクロスオーバーとして発売された。2013年11月、スカイラインのフルモデルチェンジとして950の日本販売を2014年2月下旬に開始するにあたり、フロントグリルにインフィニティエンブレムを採用すると発表した。2015年2月には、 フーガのマイナーチェンジ版の販売開始にあたって、同様にインフィニティエンブレムを採用した。ただし日産は、世界水準で作られた高級車としての証としてで、あり、ブランドそのものの日本投入を意味しないとしており、独自の販売チャンネルは設けず、日産の既存の販売網で販売し、社名も、日産、スカイライン、日産、フーガのまま変わらず、また車体リアガーニッシュ部分に、 スカイライン、フーガの社名が刻まれている。ただし、初代 Q45 が、隠し広告や車体に、日産のロゴを入れ、既存の日産車の車種階層に組み込まれていたのに対し、Q50 及び Q70 では、日産の CI を一切出さず隠し広告では、日産モーターコーポレーションの表記とし、既存の日産車のラインナップと一線を引き、インフィニティブランドとしての扱いをアピールした。 両社の発売当時のキャッチコピーは、さあ、日本のプレミアムを騒がそうかだった。2015年12月に、両社種の一部改良が行われたが、当初はフロントのみであった、インフィニティエンブレムが、リアにも装着され、Q50 及び Q70 の外観に、さらに近づくようになった。とはいえ、イ・セグメントセダンのフラッグシップモデルである、日産、シーマに関しては、 日産エンブレムのままであり、グローバルで見た、インフィニティブランドとしての高級車でなく、日産という会社においての最上位者である、印としている。その後、スカイラインが2019年7月のビッグマイナーチェンジで、インフィニティエンブレムが廃止され、日産の CI に変更され、各種広告においても、日産の CI が登場した。フーガも2019年12月のマイナーチェンジで、 インフィニティエンブレムが廃止され、日産の CI に変更された。2019年10月、インパルがインフィニティ各社の日本への並行輸入販売を開始。ベースは北米使用車で、糖化類などを日本の保安基準に合わせての販売となる。欧州市場向けの生産については2019年時点では、主にイギリスのサンダーランド工場で、インフィニティ Q30、 QX30 を生産、欧州市場に供給していたが、欧州市場の販売量は高級車市場の競争激化の中で低迷。2019年、日産は2020年代前半までに欧州市場からの撤退を表明している。M35 ハイブリッド高級車ブランドとしては、スポーティさを強調している。2004年の i35 の販売終了以降、しばらくは、 すべての車種の駆動方式が FR ないし FR ベースのオードとなっていたが2012年に D プラットフォームを採用した JX が登場したため現在は FR の車種を中心としつつも FF の車種が一部混在しているデザイン上ではオーセンティックな面を強調しラグジュアリーでスポーティーかつクラシカルな要素も持ち合わせたスタイリングが特徴とされる 具体的にはダブルアーチフロントグリルやダブルウェーブインテリアなどが共通して採用されている。インフィナティは無限を意味する。綴りは英語のインフィニティではなくイタリア語のインフィナティである。この名称は1987年7月に決定された。エンブレムは無限のカナタへと向かう明けた道と富士山を表している。 2012年12月18日付のインフィニティプレスリリースで2014年モデル以降の全商品ラインアップに適用する新ネーミング戦略の詳細が発表された。プレミアム自動車分野でのプレゼンスをさらに拡大する計画の重要な一歩としている。2014年以降のモデル名はセガンとクーペおよびコンバーチブルモデルには Q、旧クロスオーバーと SUV モデルには QX が頭につけられ、続くグレードを表す二桁の数字とともに、各モデルを表すことになった。新ネーミング戦略によると、Q というネーミングは次世代、インフィニティモデルのインスピレーションを付与するだけでなく、1989年にリリースした最初のフラッグシップモデルである、Q45 を思い起こし、そのパフォーマンスの歴史を際立たせると説明されている。なお、 従来ネーミングの数字として採用されていたエンジンの排気量や 4WD モデル、スポーツグレード、ハイブリッド、ターボモデルの表記は次の通りになる。例、950の場合既存の写真名称は適応後次のように変更され、エンブレムについては、オードのみ、トライクリッドに排気量とハイブリッドの表記は左右のフロントフェンダーに装着される。 旧セダンとクーペ及びコンバーチブルモデル Q52 については2013年1月に開催される北米国際自動車ショーでワールドプレミアとして発表される新型モデルから適用される QX クロスオーバーと SUV モデル車種名の末尾に2桁の数字をつけ Q454.5 リットル QX565.6 リットルのようにおおよそのエンジン排気量を表し 現在の車種名の基準とは異なる。規則性や意味が特にあるわけではないが、実質セダン系の場合、Q を頂点に MJIG とアルファベットの順序が早い方が下級で遅い方が上級と分類することができる。同じく SUV 系でも QX を頂点に FXEX という順序で実質的に車格が順序付けられている。Q シリーズに限っては、 英語の Q イコールきっかけという意味があると言われている。エッセンスエセ s エマージ g l e q 3 0コンセプト Q50 オールージュ Q80 インスピレーション Q60 コンセプト QX30 コンセプト QX スポーツインスピレーション Q60 プロジェクトブラック S インフィニティというブランドが発足する前に Q45 の前身となるコンセプトカー QX が1985年秋の 東京モーターショーで公開された。しかしながら、コンセプトカー、QX の特徴であった、グリルレスのフロントマスクを、初代、Q45 に取り入れたところ、高級車として、斬新なデザインではあったものの、保守的な層の多いマーケットの中では不評となり、マイナーチェンジでは、オーソドックスな縦格子デザインのグリルが装着される、こととなった。なお、同社は、日産ブランドの車種として、 日本市場にも導入された。FX コンセプト、クープコンセプト EX コンセプト、トライアントクラーザエッセンス SLR、エマージェル E コンセプト Q30 コンセプト Q50、オールウズ Q80 インスピレーション、コンセプトビジョングランツーリスモ Q60、コンセプト QX30、コンセプト QX スポーツインスピレーション QX50 コンセプト Q60、 プロジェクトブラック SQX80 モノグラフプロトタイプ Q ヒュインスピレーションコンセプトレッドブル時代ルノー海一時代ありがとうございます